お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。あの、ちょっといい？ミラノさんのお部屋はここかしら？ああ、うちがミラノやけど。あんたら、遊撃士の人たちやな。ああ、その通りだぜ。ラベンヌ村まで護衛の依頼があるそうだな。うん、その予定や。果樹園の様子を見に行こう思っとってな。しかし、ずいぶん若い姉ちゃんもおるようやけど、腕の方は大丈夫なんやろな。うん、失礼ね。私だって声優劇士よ。甘く見ないでちょうだい。こいつの実力は俺が受けよう。それでも信用できねえなら、悪いが他を当たってくれ。見かけによらんちゅうことか。まあええわ、とりあえず信用したるで。でどうや、今すぐ出発できるんか？あ、うん、いつでも OK よ。よっしゃ、ほな早速出発やな。行く先はラベンヌ村よね。ってことは町の西口から西ボス街道に出るわけか。はい、そういうことですね。ならうちは先に西口に行って待っとるわ。あんたらは何かと準備も必要やろうしな。あ、それだと助かるわ。じゃあまた後で西。よっしゃ、それで行こうか。じゃあ待っとるで。それじゃあ私たちも行きましょう。はい、町の西口でしたね。お、待っとったで。さっさと出発しようか。うん、そうしましょう。目的地はラベンヌ村ね。ああ、通い慣れた道だが、同行者が道中の魔獣はできる限り避けていくぞ。そうやな、無益な戦いは避けていくのが賢明や。仕事ぶりによってはボーナスも弾ませてもらうで。期待に添えるように一つ頑張ってみるわ。それじゃ出発進行。Thank you.
けどだな。なるほど、情報通りやな。果樹園の方も一応の再建が始まっとるようやないか。まあ道のりは遠いが貴重な一歩には違いねえさ。うん、いろんな形で援助も来てるみたいだしね。きっと立ち直ってくれるわよ。ああ、そう信じとるで。なんとかしてうちら商人も力になりたいんやけどな。あ、ひょっとしてミラノさんも村を支援するために？そんなおこがましいこと考えたら罰が当たるで。うちが来たんはあくまで商売のため。とにかく果樹園の状態を確かめたかっただけや。もちろん必要があるんなら投資はする予定やけどな。さて、それじゃうちはもう仕事にかかるで。あ、うん、じゃあここでお別れね。あ、そういうことやな。まああんたらもそこそこよくやってくれたわ。ボーナスを弾むほどではなかったのは残念やけどな。そいじゃ帰り道も気をつけていくんやで。お仕事頑張ってね。
お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。ようやく来たみたいやね。あれ？どうしてケビンさんがこんなところにいるわけ？いやそれには海よりも深い地。ここに来る途中、街道で出くわしたのよ。で、ついでに宿まで来てもらったわけ。街道の途中って、どうしてそんなところで出会うの？はっきり言うてしまうと、目的は琥珀の塔の調査でな。実は俺、ロレントでエステルちゃんたちと別れてから一通りシリンの塔を調べてたんや。シリンの塔？ってことは、他の三つの塔も調べたのか？ま、そういうことですわ。おかげでこっちの竜騒ぎが完全にノータッチになってしもて、ここらで情報交換をしようと、そう思って参上した次第なんや。それは構わないけど、それじゃあ早速ここで情報交換をする？ああ、できれば夕食の時がええかな。その方がお互い落ち着いて話をできるんとちゃう？それもそうね。で、ケビンさんもここに泊まるつもりなわけ？聞けばここって割と有名な宿やそうやんか。せっかくやから俺もエステルちゃんたちの休暇にご相伴させてもらおうと思ってな。
きなりね。でもまあケビンさんには何度もお世話になってるし。みんなどうかな。ああ、いいんじゃねえのか。うん、確かにこの辺りで借りを返しておきたいところね。私も賛成です。僕も依存はないよ。これも何かの縁でしょうし。ま、せっかくだから楽しくやろうじゃないか。おおきに。お礼と言ってはないやけど、まだ用があるなら付き合うで。思う存分こき使ってくれや。そうね、せっかくだけど私たちもそろそろ荷物を置いて休みたいかも。なや、そうなんか。残念やな、せっかく体でご奉仕。まったく、もう調子いいんだから。よし、それじゃ部屋に案内してもらうぜ。本日は当館をご利用いただき誠にありがとうございました。早速お部屋のご案内をさせていただきますね。うん、お願いします。まずこちらが女性の方々のお部屋になります。うわー、落ち着いた雰囲気の素敵なお部屋ですね。ここ私たちが前に通された部屋だったわね。空賊アジトに潜入して結局泊まれなかったけど。そうでしたわね。ちなみに僕はベッドで一休みしたけどね。あれは知らねえに酔いつぶされただけでしょうが。今回は思う存分堪能させてもらいましょうか。こちらが男性の方々に使っていただくお部屋ですが、二人部屋ですので隣の部屋と合わせてお使いください。ああ、俺は飛び入りですから皆さんの都合優先で結構ですわ。どうする、俺はどちらでもいいが。俺も別にどうでもいいぜ。ならば僕とアガット君を同室にしてもらおうかな。ちょっと待て、なんで脈絡もなく俺を指名しやがるんだ。決まってるじゃないか。あの夜村に残った君とティータ君の間にどんなことがあったのか、一部始終懇切丁寧に教えてもらおうと思ってね。ほえ、なんて悪趣味なやつ。まあ私も少し興味があったりするけどね。でもただお話ししただけだよ。そのお話っていうのが大事だったりするのよね。こちらも寝る前にじっくりと聞かせてもらっちゃおうかな。もう二人とも。あんまりからかったらティータちゃんがかわいそうですよ。そういうわけでジンさんとケビン神父は隣の部屋に泊まってもらいたい。ああ、俺は構わんぞ。いやあ、何やら楽しそうですから全面的に賛成させてもらいますわ。それでは隣の部屋にもご案内させていただきますね。
こら、妙なところで話を聞んじゃねえ。なるほど、ごっついことがあったもんや。まさか伝説の古代竜がリベールに生息してたとはな。しかも輝く輪について警告してどこかに飛び去ったときたか。うん、いろいろありすぎて頭が処理しきれない感じかも。どうして竜が輝く輪について口を閉ざしたのかもわからないし、実は教会の聖典にこんな一節が存在してな。司法を授けし女神、聖獣を使わして人の子らの行く末を見届けさせん。司法に聖獣、それぞれ輝く輪と竜に相当しそうですね。しかも見届けさせるという文句がポイントかもしれないね。ただ見守るだけで手助けをしてくれるわけじゃないらしい。ケチくせえ話だぜ。いずれにせよ、これで輝く輪が実在する可能性はかなり高くなった。俺が調べたことと合わせると、いろいろと推測できると思うんやけど。ケビンさんが調べたことって、死輪の塔についてよね。何か分かったことでもあるの？まあな。四つの塔の頂上にある用途不明の古代装置やけど、あれが今光が灯って動いとるんは知っとるか？うん、私たちもこの目で確かめたけど、それが輝く輪とどういう関係があるわけ？これはあのユリア大尉から教えてもろうたんやけど、城の封印区画の採用で巨大な機械の化け物が現れる直前に妙…あ、うん、確かゴスペルが使われた直後、遺跡の照明が全部消えちゃって、その後警告の声が聞こえてから周りの柱が下に降りたのよね。警告の内容は第一結界の消滅とデバイスタワーの起動だったわね。そうそう、それです。で、目撃情報とかも合わせて調査した結果分かったんが、4つの塔で装置が動き始めたのがまさに封印区画でゴスペルが使われた時間っちゅうことですわ。あ、アンデスって？それじゃあ警告にあったデバイスタワーの起動って死輪の塔の屋上にある装置の起動を意味していたわけだ。ええ、それ以外には考えられへんと思います。うん、状況を整理するとグランセル城の地下遺跡には第一結界なるものを作り出す機能が備わっていた。だが大佐にゴスペルが使われてしまったことによって第一結界は消滅してしまった。そしてその代わりにデバイスタワーが起動した。ひょっとしたら第二結界と呼ばれるようなものを発生させるためかもしれません。第二結界第一があれば第二があるのも道理だな。問題はその結界ってのが
どういう代物かってことだが、それなんやけど、多分輝く輪のありかを隠しておくような代物やと思う。そっか、輝く輪は封印区画には存在しなかった。このリベールのどこかに隠されてるって話だったわね。そういうこと。そして仮に結社の目的が輝く輪の入手なら、連中の実験とやらもその目的を遂行するための手段と考えた方がいいやろね。輝く輪、ゴスペル、結社による実験どうやら全てがつながってきたみたいだね。そしてその絵を描いているのが教授と呼ばれる人物なわけか。うん、そうね。竜の額にゴスペルを埋め込んでボース各地を襲わせた張本人、そしてお姉ちゃん？なんや、どうしたん？うん、その教授なんだけど、ヨシアがいなくなった原因を作った人物じゃないかと思うの。え？それって5年前あの子が先生に引き取られることになった原因を作った黒幕ね。うん、それからリシャール大佐やクルツさんたちの記憶を操作した人物とも同じだと思う。何？うん、確かに記憶操作の一件は未だ解明されていないが、どうしてそう思ったんだ？うん、あのね、そんなことが。お前今まで抱えてやがったのか。そういうわけじゃないけど、ごめん、話すのが遅れたかも。でも間違いなさそうですね。その人が様々な事件の元凶である可能性は高いと思います。ふん、かなりえぐい性格をした人物のようだね。ああ、注意する必要がありそうだぜ。あっと、ごめんティータ、せっかく遊びに来たのに嫌な話をしちゃったわね。ううん、気にしないでお姉ちゃん。ただどうしてその人はそんなことができるのかなって。みんなに嫌な思いをさせて、ヨシュアお兄ちゃんを苦しめて、私わからなくって。もうそんな歪んだやつのことなんか分かってあげる必要ないってば。ティータはティータらしくが一番ね、アガット。だからなんで俺に振りやがるんだ。いいオチがついたわね。ん？どうしたの、ケビンさん？いや、なんでもないで。とりあえず情報交換はこの辺りにしとこうか。せっかくの料理が冷めてしもたらもったいないし。うん、それもそうね。そういうことなら話は早い。思う存分シチ肉輪を楽しむとしようじゃないか。あら、本当にいいの？
ごめんなさい、無礼講くらいで許してください。共にリフレッシュできましたね。いやお酒も飲まずに楽しめたのは久しぶりだわ。とか言っちゃって、私たちが釣りをしてる間果実酒とか飲んでなかった？あら、あんな軽いの酒のうちに入らないわよねえ姫様。ティータちゃん、コメントは控えておきますね。それにしてもエステルさんって釣りが本当にお上手なんですね。そうかな。うん、次々と釣っちゃうんだもん。小さい頃からのこの子の趣味だからね。そういえばケビンさんも好調だったわね。あ、うん、結構好きみたい。ロッドさばきとかもなかなか道に行ってたし、もう少し腕を磨けば私のいいライバルになれるかもしれないわね。まったく、もうすぐ調子に乗るんだから。それにしてももうすっかり夕方ですね。お姉ちゃん、どうしたの？あ、うん、私ちょっと外で散歩してくるね。夕食までには戻るから。そっか、遅くなったらあんたの分は山分けにさせてもらうわよ。分かってますって。それじゃあまた後でね。シロさん、あの、大丈夫よティータちゃん、できれば今はそっとしておいてあげて。もしかしてヨシアさんのことですか？よくわかったわね。そういえばあの時もこんな風に夕日が綺麗だったわね。